ハニューゆズルが、もう滑りたくないと思っていたプログラムをスターズオンアイスで選んだ理由、裏舞台では他の出演者を気遣う姿も、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。久しぶりの、チョコパイとか甘いもの、アイスショー、スターズオンアイス、2023が3月30日。 大阪東和薬品 RACTAB ドームで開幕した。オープニングでスポットライトが当たり、表情に服していた羽生譲るが、オールジーズシングスザットアイ、VE ンで踊り出すと、観客席からは大歓声が上がった。ショーのボルテージは一気に上がる。そして、島田幸志郎や重原智子らのグループ演技に続く。世界選手権出場の山本総太りの演技で始まったショーは、 世界選手権金メダリストの宇野昌磨や坂本香織、ペアの三浦里来木原隆一に加え、世界選手権アイスダンス優勝のマディソン・チョック、エヴァン・ベイツ、アメリカや3位のパイパー・ギレス、ポール・ポワリエ、カナダ、ペア2位のアレクサ・クニエレム、ブランドン・フレイジャー、アメリカに男子3位のイリア・マリニン、アメリカ、5位のジェイソン・ブラウン、アメリカ、女子3位のルナ・ヘンドリックス、ベルギーは、ソうそうたるメンバーが出演した。 その大鳥がオープニングを飾ったハブだった。東京ドーム公演2月26日を終えてから3月にはすごく意味の深いショーノットステレイタを全力で全神経を注いでやったのでその後はちょっと美味しいものをチョコパイとか甘いものを久しぶりに食べました。体調自体はそんなにベストではないですけど今回も全ての演技に全神経を注いで頑張りたいと思います。そう話したハブが演じたのは 東京ドーム公演で久しぶりに滑ったオペラ座の怪人だった。ステップシークエンスから滑り出すと、4回転トーループプラス3回転トーループを決め、イーグルからのトリプルアクセルプラス2回転トーループをきれいに決める。まるで試合モードの滑りだった。その後は3連続ジャンプから3回転ループと3回転ルッツを飛ぶと、これをシークエンスでは稲葉ウアーも見せて、フライングチェンジフットシットスピン、チェンジフットコンビネーションスピンと、 かつての構成でプログラムを滑り切った。もう滑りたくないプログラムだった。この、オペラ座の怪人は2014、2015シーズンにやっていて、中国杯での衝突事故とか、自分が病気や怪我にすごく苦しんだシーズンのプログラム。長い期間、自分でもうこれは滑りたくないと思って、ある意味、封印をしてきました。あれ以来、初めて東京ドーム公演で滑らせていただいたとき、 このプログラムをもっと完成させたものをもっと体力のある状態でしっかり滑りきれる状態で皆さんにお届けしたいなと考えました。それでこのプログラムを滑ることを決めました。また、スターズオンアイスの会場となったこのリンクでは僕自身衝突事故の直後に滑っていて、その時は事故の影響も少なからずあってうまく滑ることができなかったので、 そういう意味でもこの会場でいい演技をできたらいいなと思って滑っています。ソチゴリン王者として臨んだ2014-2015シーズン、ハブは男子ヒルアスケートの牽引者としてフリーでの4回転ジャンプを3本とし、うち1本を得点が高い演技の後半に入れようとしていた。その練習も兼ねてショートプログラム、SP でも後半に4回転トーループを入れる構成にしていた。ただが、シーズン初戦のグランプリ、 グランプリ、シリーズ中国杯のフリー前の6分間練習で、半安、中国と激突。頭部や腹部、太ももの座奏に加え、右足首を捻挫。合計18両縫う怪我を負いながらも強行出場して2位になった。その3週間後の NHK 杯が、今回のアイスショーの会場だった。後半の4回転トーループを封印したプログラムで臨んだが、最初の4回転サルコールが2回転になり、 次の四回転トーループは三回転になって転倒。ミスを連発し、中国杯より得点を落とす229.80点で4位にとどまったのだ。結局、そのシーズンは SP、フリーともに後半の四回転は封印し、実現できなかった。それを今、この会場で再現させる、ステップシークレンスの後の四回転トーループプラス三回転トーループだった。8年半が経ってようやく見せることができた。 ファントムのの後半の滑りだ。今もフィギュア界をリードする存在。そんなハブの前には、世界選手権金メダリストたちの共演があった。うのは2019から2021年の2シーズンで SP に採用した、グレートスピリットを演じた。最初はエキシビション用ナンバーとして滑って、その後は試合で使ったプログラム。はじめは、自分がやったことのないジャンプですごく難しいかなと思いました。 僕は古いプログラムをやることはほとんどないけど、自信を持って皆さんの前で演技できていると思える滑りができたので、そういう点で深い意味のあるプログラムです。エキシビションプログラム、アイ・リブドを滑った三浦時原は、一生懸命練習をしてきた中で今シーズンの全ての試合が終わり、全てをやりきったなと解放されて楽しんでいる姿を皆さんにお届けしたいと思うと話した。そして、昨季までのフリー。 マトリップスを滑った坂本は、やっぱり私と言ったらこのプログラム、というのが、マトリップスだと思う。シニアに上がってから一番大変だった時期を乗り越えたプログラムなので、たくさんのお客さんに見てもらいたいなと思いましたと語った。公演終了後の囲み会見で、うのはこうも話した。今回は久々に、ハブユーズくんと一緒に滑らせてもらいました。ずっと目標にしていた存在と近くにいられるので、 自分がこういうスケーターになりたいというのを今日一日見ていてもそういうところばかりだった。このショーの期間を通して今後自分がどうしていきたいかを考えたいと思います。写真撮影でもハブが現役世界王者を尊重して自分が端の方へ行こうとすると全員がそれを拒んで真ん中に立たせた。またハブは会見時も全員に声をかけてタオルを用意し濡れているエッジを吹かせる気遣いを見せていた。 競技を離れたとはいえ、ハブは、やはり、まだまだ若い選手たちをリードする貴重な存在だ。折山よしみ、取材文、テキストはよ山と美、羽生譲プロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平正オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。 2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。